違うんだけど、大変なのよ。ビッグサンダーがね。チョコね。チョコ。さっき私にくれたやつでしょそうよ。美味しかったよ。お疲れ様でした。一枚一気に食べちゃった、あれ。販売休止よ。なんかちょっと読んだ、あの、内村さんが好きだったチョコが人気すぎてってやつでしょ内村航平選手が好きだったのは、えっと、普通のブラックサンダー。で、それで、それが、あの、ロンドンオリンピックだか、その前かな、北京かな。 ぐらいでちょっとまた火がついてほら先週言った左官屋さんがこういう風にやってるっ時に持ってますみたいなでかいのあれがあれは内村さん関係ないんですよただただ人気商品になり。 大変。もう本当にないの、今、都内のコンビニ。さっきすごいいっぱい持ってたじゃない今日何軒私が回ったと思うコンビニ。知らないわ、へん。12軒。暇だね、あんた。仕事と仕事の合間を縫って、マネージャーの車を使い、その後タクシーで、新宿区内、ほとんど西新宿から大久保、四谷三丁目。タクシーに何軒回ったの、タクシーに。いや、まずだから、あの、こ四谷方面にお願いしますって言いながら、 あすいませんちょっとその先のコンビニでちょっと待っててくださいってい繰り返したのそうで、ま、た怪しまれたの手,手ぶらで帰ってくる「うん、でまお願いします」あーちょっとまたその左側のコンビニでちょっと待っててください」うん、でまた行って手ぶらで帰ってくる、うんうん、怪しいよなんかそれを繰り返してるうちにさ「うん、よっぽどないんですか?」<laughs> <laughs> 何かがないってこと気がついそんなにないってないもんですかって運転手さんも気になるよねないのよ昨日まであったものが今日ないお菓子なんですけどねってうそんな人気のお菓子があるんですかじゃあ分かりましたとにかくしらみつぶしに行きましょうって言っていろいろ路地とか入って優しいでんか いやーでもこれ都内だからもうちょっと郊外行くとあるんじゃないですかそういうのはっていう、うん、でもちょっと郊外まで行ってる時間もないんでとりあえず新宿区内でとりあえず今日は探せるだけ探しますって言って、うん、でまあ12軒探して3軒ぐらいはあったかなでもそれでも本当タッチの差でもう買い占められちゃいましたとか、うん、えっそんな今みんな買い,、ま、買い回ってるわけ今その多分ファンが多いから,らそ,その ユ楽ラクさんっていうね、会社から告知が十7日に出たんですよ。あんま手に入らなくなると思ってみんな買ってるわけそう、販売休止になりますって言って。えー、で、買えたのね、じゃ結局あなたよく、ね、買いました、ね。えま<う>何枚買えたかはちょっと、うん、あの、感じが悪いから。秘密,ね、秘密ですけど。頑張って買い集めた、ね。でもちょっととりあえずホットはする数は変えたんで。でも店さん、それか、それかよっていう顔してなかった <laughs> ややっ どこさ、うん、あの、10枚ぐらい変えた時に、もう、奥奥顔出しちゃっタクシーに戻ったもんだから、ありましたよかったですね <laughs> どうぞ、運転手さんも1枚どうぞ。いや、そんな貴重なものいただけませんよ。貴重かどうか分かってないじゃないですか <laughs>、まあ。確かにこれは貴重なんです。ちょっとしばらく買えなくなる可能性が大きいんで、いやなんかすいません。 そう。一番あげたりして。よかったね。<う>いい人でね。ダメよもう今頃食べてるわよね。きっと。ね、夜中ずっと乗る間にさ、ね、これか、なんつって。うんね、あ、もうもん大丈夫ですかって聞いちゃったでしょ。<laughs>